こんにちは、ちょうたけろすです。えっと、隣のナースエイト。自分の好きな河合里奈さんが出てるということで、うん、自分見ました。河、う、合、ん、さんの最近の、うん、ドラマでは俺ね、NHK のね、カムカムエブリバディ、全、うん、話見たわ、うん。もちろんリアルタイムで見てたっていうか、リアルタイムっていうか、一話あれ NHK だ、NHK だから、ブルーレイに撮って見てたんだけど、うん ちなみに、隣のナースエイドに、うん、この小手さんが出てるという。うん、自分、俺ね、この人ね、どうしても俺の中でも、仮面ライダーのイメージなのよ。だからさ、あの、前さ、あの、なんだっけ、イくブ7にも出てたじゃん,、うん。あれ以来さ、ずっと俺見てなかったのよ、この人。なんか、速攻消えたな、とかって。 すぐ消えた人だなっていうか、一発芸だなって思ってたんだけど、なんかナースエイドに出てて、ね、ちょっとびっくりしたっていうか。うん、もうね、俺の中ではこの人は、古典さんはね、もう、ラブリカーのイメージも、イメージがさ、もうすごいのよ。はあ、どうしても、もう、そのインパクトがすごすぎて、もう、この人の顔見るだけでも、ああ、ラブリカだ、みたいな。 うん。ですね。うん。あと、こっちの、男の人俳優の、高杉真宙さんうん。うん。竜崎大河の役やってるんですけど。うん。竜崎大河ってさ、トラドラのさ、あの、あいつの名前と、竜二とさ、うん。大河って思い、思い出すよな。なんか、竜二と大河。うん。どうしても俺、 あ、トラドラと名前が似てるみたいなさ。うん、ち、ちなみに、まひろさんまひろさんってさ、あの、ハイオレンになる子さんのまひろさん。うん、関係ない。うん。で、このまひろさんってさ、あれ、どっかで見たことあんなって思って,てさ、あれ誰だっけもしかして、あの、仮面ライダー、外務の、ミッチーじゃねえみたいなさ、えー、全然顔違くてさ、 俺、最初わからなかったのよ。いや、声もさ、なんか、声変わりしてたじゃん。太くにな、太く、うん、太い声になってさ、ええとかって思ってさ、いやびっくりしたのよ。えー、あのミッチーだぜこの、なんていうかさ、なんかこう、ちょっとさ、ちょっと最初ずる、ずるかったじゃん、このミッチーってさ、うん。 なんか、俺、そのイメージがありすぎて、うん。え、あのさ、なんていうか、うん。あの、ミッチーが、こうなるみたいなさ、いや、びっくりしたのよ。うん。ミッチーってほんとさ、仮面ライダーではさ、ほんとなんていうか、なんていうかさ、ほんと、 ひょろっとしたやつだったじゃん。なんかこう、うん。なんていうかこう、そんなに大物、大物キャラじゃなかったじゃん。もう、ちょろっという、ちょろい感じちょ,ちょろっというか、なんかひょろひょろって感じなやつだったのよ。うん。でも、え、こんなに変わったのみたいな。びっくりしてさ、俺。え、ミッチーじゃんみたいな。3年 B 組のミッチーじゃん。関係ない、関係ない。 うん、うん、とりあえず見てます。うん。河合さんやっぱ年うん。年取ったっていうか大人になったな <laughs>、うん。うん。ご視聴ありがとうございました。